なたといるとアイドルでもタイマニンでもない普通の女の子になってしまう気がします。私たちの CD 買ってくれたんですか？ありがとうございます。大技を使う絶好のタイミングです。サポートですね、お任せください。待ち合わせ場所はここだよな。ちょっと早く着きすぎたかな。星は一個上らしいけど、名前を教えてもらえなかったんだよ。有名な先輩か。うん、どんな人だろう。優しい先輩なのか厳しい先輩なのか。できれば優しい先輩がいいかな。とりあえず先輩より先につけてよかったけど、ルーズな先輩だったらだいぶ待たされるかもな。すみません、風魔小太郎くんですよね？あ、はい、そうで、すぐ島波かなさん？え？あ、はい、そうですよ。本物の島波かなだ。ベーレンのヒットチャート上位に入ってたし、今や世界のカナリアだよな。まあ初めはそう思っていたけど、今じゃすっかりカナリアのファンになっちゃったんだよな。あの、すみません、握手してもらっていいですか？握手ですか？もちろんいいですよ。よろしくお願いしますね。やっぱりアイドルたるもの、ちゃんとレッスンで体も鍛えているのかな。さすがプロだな。握手会以外で男の子と握手するのは
ちょっと不思議な感覚です。それにしてもカナさんはなんでこんなところに。何かの番組の収録とかですか？あ、ひょっとして。あ、いやいや大丈夫です。カナさんがここにいたことがバレたらまずいですよね。探るようなことをしてすみません。もちろんこのことは人に言わないし SNS にも書き込みませんから安心してください。僕だけの思い出としてしまっておきますから。気がするんですけど。え？違うんですか？じゃあ番組収録でむしろ SNS で拡散した方がいいとか、もしくはそっくりさんによるドッキリ？それも違うんですよ、風魔くん。多分何かすれ違いがあるんじゃないですか？え？かなさん？なんで俺の名前を。一緒に任務に当たる隊長さんの名前は当然知ってますよ。風魔くんだって浅木先生に言われて私を迎えにここに来てくれたんでしょ？でもアイドルで、その、タイマニン？はい、そうですよ。何も聞いていないのですか？はい、俺は今日待ち合わせするのは支援を要請した先輩ということしか聞いていないです。浅木先生らしいといえばらしいですね。多分私のことを教えたらさっきみたいになってしまうの分かってのことじゃないですか？恥ずかしい姿をお見せしました。気にしないでください、風魔くん。あんなに喜んでくれて私も嬉しかったですし。そう言っていただけるならサプライズに引っかかった甲斐がありますね。先生から聞いていた通りの面白い人ですね、風魔くんは。面白いですか？
アイドル活動が忙しくて、任務に就くのは久しぶりだから緊張していたのですが、なんだかリラックスできました。あなたのような人が隊長でよかったです。こちらこそ、カナさんと一緒に任務ができて嬉しいです。よろしくお願いします。一緒に頑張りましょうね。はい。